過ごせる場所って言ったらカードキャピタルしかないよね。はい。あいちどうかした？エミたちのおかげで本物そっくりにできたけど、なんか違うんだよね。言われてみると何か足りないような。カードキャピタルになくてはならないもの。それだったら、うわあ、客寄せの着ぐるみなんてどうだ。でも客寄せも何も私たち以外にまだ誰もいないよ。あー、そっか。バルケリオンくん。おお、クロノ。バルケリオンくんいいよな。しかしなくてはならないものか。クロノは何だと思う？そう。誰だあんた。セルカが呼んだんだよ。君に誰だと言われるのは心外ですが、問われたならば答えましょう。カードキャピタルにこの人あり。私こそがこの店になくてはならない存在。店長の。そうだ、ファイトの台もっと増やしてみようか。1号店もこれくらいじゃなかったっけ。いっそのこと壁をブラスターブレード柄に変えてみる。悪くはないけど。ですから私こそがなくてはならない店長の新田氏。ああ、わかった。建物の上の部分がないんだ。確かにないけど店の中とは関係ないよね。それよりもっと大切な、あ、そう、建物の上より大切な存在、それこそが私、店長の新田氏。ああ、店長代理だ。そうだ、やっぱり店長代理がいないとカードキャピタルじゃないよね。なんだかわかんないけど、あんな大人にだけはなるなよ、クロノ。なんだ？なんか俺の顔についてるのか？こうしてこの星の開拓が始まりました。この星が楽しいところになるといいな。